こんにちは。今日は前回の南天に引き続いて、庭の脇役でもある低木、下草、あるいは地衣類などについて取り上げたいと思います。これは前回ご紹介した南天の隣にあった君が代欄です。作業は至って簡単です。下の方の垂れてる葉っぱを付け根で切るというだけの作業です。ただし、葉っぱの先はとても鋭いトゲがあるので気をつけてください。トゲを恐れて遠巻きに腕を伸ばして切るよりも、顔を下の方へ潜らせて切った方がむしろ安全です。このシャクシャクという音が私は好きなので、しばらく一緒にお楽しみください。下の方の枯れた部分は誰かが以前にやったものですけれども、付け根できちんと切らないとこのように汚らしく残ります。隣に生えている下草はホトトギスですね。花が終わった後の茎は黄色くなってもう枯れていくだけですので、汚らしいと思う方は切った方が良いと思います。枯れていくのも風情だと思う方はそのままにしておいても良いです。どうせねばならないということはありません。気持ちの問題です。この下の方にある若い葉っぱをそっと残しておけば、今年新しい茎が立ち上がってまた花が咲きます。この君が代欄や龍舌蘭など葉っぱの先の尖ったものは危険ですので、もし通路脇などに植えてある場合は、この先のトゲを切り落としておくと良いでしょう。ちょっとした心遣いの問題です。
下の葉っぱを切り上げるという作業はソテツなどでも同じですね。ソテツもいろんなところからトゲが出ているので痛いです。幹からも直接トゲが出ていますし、この葉っぱの付け根の方にあるトゲも痛いです。よく邪魔な葉っぱをこのように途中で切る人がいますけれども、これはどうなんでしょうかね。私はあまり好きではありません。ユッカやニオシロランなど葉っぱの柔らかい系統のものはハサミで切らず手でむしり取ることができます。むしろむしった方がきれいに仕上がります。むしったものとむしらないもの、やっぱりむした方がすっきりしますよね。あとヤツデなども古葉をむしります。この花については好みがありますので、お客さんに伺って取るか取らないか決めます。踏みすぎた葉っぱなどを整理します。ハサミで切り取ることももちろん可能ですが、手で折り取ることもできます。大きすぎる葉っぱ、小さすぎる葉っぱ、黄色い葉っぱなどを取るとすっきりします。ここで少し下草とか地比類とか言われる小さな植物について触れてみようと思います。秋から冬にかけてこのマンションの土手を彩っている植物たち、マンリョウの赤い実、ホトトギスの紫の花、そして遠くにツワブキの黄色い花が見えます。のどかな自然の風景にも見えますが、実は大変手をかけてこの植物たちを管理しているのです。個人邸においてももちろん、我々植木屋はこの下草類に大変手をかけております。シュウメイギクの花茎を刈り取っているところでしょうか。秋に清楚な花を咲かせるシュウメイギクですが、花が終わった後その茎がそのまま残っているので庭の美観を損ねます。茎を地際で刈り取り、傷んだ葉っぱも切り取ります。綺麗な若い葉っぱは残しますので、草刈りのように全部いっぺんに刈り取るというわけにはいきません。ですので手間がかかります。
枯葉なども掃除して株元をすっきりさせます。ツワブキなども花茎を地際で切り取り、枯れた葉っぱや汚れた葉っぱを切り取ります。個人のお宅でよく見かけますが、お家の方がご自分で切っているのでしょう。素人の方はどうしても手を中に突っ込めず、切りやすいところでこのように切ってしまいます。切り口が目立ってかえって見苦しいので、付け根でちゃんと切るようにしましょう。マンションや公園など広い面積の場合は、いちいちハサミで茎を切っているわけにはいきません。そういう場合は花茎を折り取ります。ハサミを使わなくても地際から取ることができます。コツとしては、放射状に広がっている株の中心に向かって倒すと折れやすいです。株の内側に向かって倒すということです。このように株の外側に向かって倒してもなかなか折れません。折れたとしても繊維がつながっていて切り取ることができません。外側に倒して折っても繊維がつながってしまっています。最初から内側に向かって倒せば簡単に折り取ることができます。傷んだ葉っぱも同じ要領で折り取ります。いずれにしても地味で根気のいる作業です。最後にちょっと語呂が似ている山吹について触れたいと思います。これこそ地味な作業の極致だと私は思っています。癪なことに、この山吹ってやつは枝先をところどころ枯らすのです。こっから先を切っておけよと言わんばかりです。この枯れた枝先を気にしなければしないでも済むのかもしれませんが、気になるとどうにもなりません。そしてまた手をかければかけたなりに美しい姿になるからまた癪です。鮮やかな美しい緑の茎の中に混在しているこの枯れ枝を取るだけで、とても見栄えは良くなります。またこの株元に積もっている落ち葉なども取ってやれば、それなりに足元がすっきりして綺麗になります。お客様が手を入れにくいところ、
掃除をしにくいところこそ植木屋が手を下すべきと私は思っています。しかしまた一方で、こんな単純な作業に高い手間代をいただいて植木屋がやっているのは実にもったいないことだと、そうも思います。花柄を取ったり落ち葉を掃除したりというのは、お客様がご自分でなさったらよいのではないかとも思うのです。自分がやりたくないわけではありません。こういう作業も好きですが、お金がもったいないなと思ったりします。そんなどうでもいいことをやんなくてもいいよと言われてしまえばそれまでです。花が終わった茎も、だらしなく垂れ下がった汚い葉っぱも、放っておけばそのうち腐ってなくなるだろうと言われてしまえばそれはそれです。手をかければかけただけ見栄えが良くなることを知っているから手を出してしまうのです。それを知らない人にとってはただの無駄な作業にしか見えないのかもしれません。おそらくこんな映像で見ていてもわからないほどの差だと思います。そしてまた予算と時間と心に余裕がなければできない作業です。地面に這いつくばってこそ知り得る境地であり、ある意味プライスレスな作業なのかもしれません。最後はなんだか愚痴っぽくなってしまって申し訳ありません。今回はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。